うっす。こんにちは、ミスタイムさん。私たちガチンコ男塾の活動をどうしてもね、この問題に目を向けなければならないのかなと思いまして、今回動画を撮っております。それはですね、北海道旭川北西中学に起きた14歳の女の子がいじめられてですね、しかもそのいじめが性的ないじめでありね、その動画や画像がいろんなところに拡散されてしまった挙句、この女の子は本当にね、相談することもできずに、というか相談はしたんですよ。担任の先生、学校長、教育委員会、警察、相談したんですけども、そのことごとく相談先にそっぽを向かれて、むしろいじめの加害者たる方に多くのこういったね、既得権益のある教育委員会などが味方してですね、この女の子は途方に暮れて転校した挙句、どうしても心の病を払拭することができずに、亡くなってしまったんですよね。この14歳少女旭川自殺、いじめ自殺事件、これに関しましては、私たちもこうかなりね、問題意識を持たなければならなくて、結局その精神の問題が大きいんですよ。これは加害者の方ですよ。人をいじめて抵抗しないもの、弱いもの、少数派、こういったものを虐げて、自分があたかもね、支配者になったかのように、勝ったもののように演じなければならない。これもまた悲しい話なんですけども、私たちは挑戦するべきものは自分の内側に対して、内側の弱さとかずるさに対して戦いを挑んでいかなくてはならないのに、何も悪くない人、誰にも迷惑をかけてない無抵抗な人に対して弾圧して、そこをいじめ抜いてですね、弱みを握って強制的に自分の言うことを聞かせる、そして言うことを聞いても言うことを聞かなくても腹が立つという仕組みに自分から自らね、陥ってしまう。これはね、今いろんなところで行われているジェノサイドにも通じるものがあると思うんですよ。で、結局これね、お亡くなりになってるわけですよね。もう自ら手を下してナイフで刺したとかね、なんかこう高いところから突き落としたっていう風な実際的な行動はしてません。物理的にはね。でも精神的に死を選ぶように追い込んでいったというところは許しがたいことだと思うんですよね。これに関しまして、事件の詳細っていうのはここではちょっとね、差し控えますけども、北海道旭川いじめなどで検索していただければいろいろ出てると思います。今ね、その加害者たる男の子や女の子もまだ10代なんじゃないかなと思うんですよ。年齢でいうと高校生ぐらいだと思うんですけどね。この男の子も、まあもう自分の名前とかね、顔とか晒されまくっちゃって、それこそ今の人生成り立つのかなと思いますし、女の子に関しましてはすでにもう学校にいられなくなって退学してですね、だからキャバクラのキャストさんされてるみたいなんですけども、こういう人にお客さんがつくかどうかというのも疑問ですしね。それからこういう人を擁護する店がどのぐらい持つのか、当然採用したお店にもね、いろんな誹謗中傷届いてると思いますし、それはある意味仕方がないことかなと思うんですよね。何の謝罪もなく、何の説明もなく、まるで自分の人生が元に戻ったような、ね、感覚で、加害者の男の子や女の子、それからそれを取り囲む保護者も、のうのうと生きているところがあります。被害者の女の子はもういない。そして、被害者の遺族とされているね、これ母子家庭でお母さん一人なんですけどね、お母さんも今本当にこの事件を忘れてはならないということで、実名入り、そしてこの被害者たる女の子の写真をね、どんどん拡散してください、使ってくださいということで出してくださってます。私もこの事件知ったのは最近なんですけども、ミスタイムさんも少なからずいじめられた方っていうかね、世間から弾かれた立場だと聞いてます。この女の子の気持ちとかよく分かってんじゃないかなと思うんですよ。で、私ね、危惧するのが、こうやって声を上げない人とか、真面目に誰も傷つけない人がこうやって死を選ばないといけない状況、そして片方では加害者、攻撃力の高いもの、人をね、抑圧したり支配したり傷つけたいと思っている人が保護されて生き残る、この行き先ってどうなると思います？きっと人を苛む人だけが生き残って、そして善人は死にたいっていう風な、まるでね、北斗の拳の修羅の国みたいになっちゃうと思うんですよ。もちろんね、私はね、自分の個人的なことで言えば、自分の身を守り家族を守る力は、いろんな意味で知恵、力、お金、権力、いろんなもので身につけることはできると思うんですけども、でもこれもね、本来ならこんなものなくたって、お互いが尊重できる立場でありね、違う主張を認め合えるような人間性が高まっていけば、
何の問題もないわけですよ。なんでね、こんな防衛なんてしなければならないんだということですよね。この日本で戦争があるわけでもないのに、人種差別があるわけでもないのに、一般国民が勝手に人種差別とかね、弾圧を生み出してるのかなと思っちゃうんですよ。特にこのいじめの問題っていうのは根深い、うん、今そのデジタルタトゥーっていうような言い方もありますけども、インターネットとかで自分のいじめられた、ね、動画とか拡散されちゃうと、転校してもそれが追っかけてくるんですよね。以前のいじめってのはいじめっ子のいないところに引っ越してしまえば終わりだったかもしれません。まあそれもね、熟知たるものがあると思うんですよ。被害者が引っ越して加害者が居座るみたいな構図はね。でこれをなくす方法ってのはむちゃくちゃ難しいと思うんですけども、ただね、少なくとも現場にいる教育者とか先生とかね、教育委員会とか地域の警察とかがきちんと機能していれば、必要最小限のね、ぼや、必要最小限って言い方は変ですけども、ぼやのうちに収まるはずなんですよ。でも大きな問題になって取り返しがつかなくなって、それこそね、死ななければ伝わっていかない、死ななければ問題にならないっていうところが問題だと思うんですよね。非常に寂しい事件だなと思いますし、本当にね、困った人が、こういうことで困った人がいるんだったら全部俺のとこ持ってこいみたいなね、そんな気さえしますよね、うん。まあ、あのインターネットの世界には令和たけちゃんみたいなね、令和たけちゃんみたいな人がいて、こういったなかなか声にならない問題を代弁してくれてね、凱旋活動してくれる、一人で凱旋活動してくれるような、そういった人もいるんですけども、それに倣ってね、私たちガチンコマッチョクラブでも、ガチンコ男塾でも、何かね、動きをしたいなと思うところもあるんですけども、そこまではなかなかできないですから、少なくともね、私が今ね、すごく憤ってる事件だよってことをミスター M さんにお伝えしたくて動画にさせてもらいました。14歳のね、女の子が、未来ある女の子がね、将来は、なんかね、法務大臣になりたいとか、なんか法律関係、正義の味方になりたいみたいなことで日々勉強を進めてくださった、こういうふうなね、将来ある女の子が命を絶たれて、そして人を貶めること、殺めることしかできないような、そんなね、うん、加害者が育っていくこの日本に未来はあるんでしょうか。恐ろしいですね。いやー、怖いですね。ちょっと長めの動画になっちゃいましたけど、水谷さん、いじめなんてのはね、こんないいこと全くないんで、なんとかしたいですね。それでは今回は以上です。